今回は、先日から始まりました、怪獣8号コラボですね。このガチャについて、いろいろお話しさせていただこうかなと思います。使ってみた動画も、全員分の使ってみた動画出して、SS の倍率だったりとか、あとは動画外でも他のクエストで使ってみたりして、使用感とかね、いろいろ分かってきましたよということで、今回の動画では、結局引くべきなのかっていうことについて、いろいろお話しさせていただこうかなと思います。モンストニュースでね、性能を発表された時は、うわぁ、今回のキャラやべぇみたいな、3人ともスペック高いじゃんっていう風に話してたんですけど、実際に使ってみて、まあ、どういう風な結論になったのかっていうのは、先に軽く話しておこうかなと思います。で、結局のとこ、今回のガチャについては、個人的に、最低10連は絶対かなと思ってる。で、こういう結論はね、他のガチャでも出したことあるんですけど、なんか今回のガチャ、みたいな感じだけど、でもやっぱコラボだから二度と引けないかもしんないし、まあ、10連ぐらいは引いておいた方がいいかな、みたいな、後ろ向きな最低10連という結論とは違って、どんな人でも、最低10連は絶対にしてほしいかなという結論。で、人によっては、今回のガチャ自分に当てたら、もうめちゃめちゃ引きに行ってもいいんじゃないのかなっていう結論になってるね。だからどんな人でも個人的には、オーブ50個使って10連使った方がいいんじゃないのかなとは思ってるところ。で、しかも今回のガチャ面白いところが、みんな強いんですよね。なんか、だいたいいつもコラボ来た時って、主人公のポジションのキャラが、もう圧倒的に見てわかる最強なやつやん、みたいな感じ。もうピックアップで引くんだったらこのキャラで引け、みたいな感じだったんですけど、今回は、なんか3人が3人、しっかりした、なんか特殊な性能というか、明確な使い道みたいな、なんかその引く意図があったりして、人によってね、まあ、怪獣8号のカフカ君で引くか、星名副隊長で引くか、キコルで引くのか、多分変わってくると思う。だから今回はキャラの性能とかの話もするんですけど、こういう人におすすめよみたいな感じの話も含めて、いろいろ3キャラの性能について話していこうと思うんで、よろしくお願いします。ただ、今回のガチャ、これから引きに行くにあたって注意点2つあるんで、先にそこ話しておこうかなと思います。で、注意点一つ目が、モンストニュース、モンストの新情報が発表される機会が、あと2回ありますよっていうことだね。だから一応この2つのモンストニュース確認して、新情報とかガチャ情報を確認して、怪獣8号と比べてどうなのか、結局どうしようかなっていうのを判断するのが、一番後悔の少ない選択肢になってくる。今引いちゃって、石ないのに、まあ、ちょっと多分来月は工場だと思うけど、自分にめちゃめちゃ合ってる工場キャラだったら、少し後悔するかもしれないんで、ここはね、気をつけておきたいかな。あとは多分ないと思うけど、まあ、ピンポイントで属性限定の追加っていう可能性もゼロじゃないんで、少しそこはね、気にかけておいた方がいいかなと思います。で、もう一個がでかいんですけど、来月はモンドリっていう超どでかいモンストのオフラインイベントが控えてますよっていうことだね。やっぱりコメントとか見てても、来月はモンドリだからちょっとオーブ貯めておかなきゃなみたいな感じになってる。で、来月どういうイベントありそうなのかっていうのをまとめてきたんですけど、多分こんな感じになりそう。限定関連に関しては一つが新限定のモンストに、これは毎年追加されてるから100あるんじゃないのかな。で、もう一個が、来月かはわかんないけど、7月8月あたりで、アルファシリーズの復刻だね。水着アルファ。で、しかもこのピックアップというか、復刻するピックアップキャラの中に、まあ、ノンノアルファとテキーラアルファっていう、今最先端の天34でブイブイ言わせてるキャラが復刻してるから、まあ、特にね、ユーザー全般ではないけど、ここの適性全然揃ってないよっていう人は、このピックアップちょっと引きに行く必要あるかもしれないんで、気にかけておいた方がいいと思う。で、あとは、コラボですね。これはもうユーザー全般ですけど、モンドリでは 100% コラボが発表されるんで、来月の後半のガチャは、まあ、コラボがやってくる頃でしょう。でも、ぶっ壊れになるとは限らないんで、ジョジョとか、そういう例あるから。もしかしたらやってきたら今月の怪獣8号の方が強かったじゃねえかってオチになるかもしれないから、まあ、コラボが来ますよっていうことだけは気にかけておいた方がいいね。で、これだけはマジで読めないんですけど、ルシファーみたいな、モンストの既存キャラの強化の、ピックアップが合わせてやってくる可能性がある。これがね、マジで読めない。ここのためにちょっとオーブは控えておいた方がいい可能性は少しある。だから去年はこんなこと何も考えてなかったから、もうルシファーの方に石を割くか、鬼滅の方に石を割くかですごいいろんな人が悩んでたから、まあ、ちょっと、コラボだけ見るんだったら、今回のね、怪獣8号でオーブつっからかんにしても、まあ、ある程度は引けると思うんですけど、もう一個のガチャと合わせて、ある程度満足できる分引こうとすると、余力残しておかないときついと思うんで、まあ、ここはね、もう未来の段階だから完全にどうなるかは予測不可能だけど、余力はね、
ね、少し残しておいた方がいいかなと思います。ちょっとぶっぱしすぎると、コラボ以外なんかやべえの来た時に取り返しつかないんで気をつけておきましょう。じゃあ注意点も話し終わりましたということで、ここからは、各々のキャラの性能と、こういう人にね、ピックアップ引くのおすすめよっていう話を含めてやらせていただこうかなと思います。じゃあまず、この、怪獣8号、主人公、日々のカフカくんですね。で、このキャラについては、使ってみたでは、天演4で使ったんですけど、ぶっちゃけ本気はここで見られてないんですよ。だから、天演4においては、動画でも言ってたけど、まあ、適正止まりくらい、既存の適正持ってるんだったら、まあ、無茶して引きに行く必要は、なくてもいいかなっていうぐらいの強さにはなってる。テキーラアルファ持ってたら、テキーラアルファでいいかなみたいな感じだね。ただ、このキャラの本気は、そこじゃ見られなくて、近畿深淵の木、数日お待ちくださいって言ったんですけど、なんか、今月来ないらしいんですよね。近畿深淵の木。だから、このキャラの本気が見られるのは、コラボが終わった後っていう、ね。運営さんアホちゃいますって私マジで思うんですけど。本当に、忌憚のない意見言わせると。だ本当になんか、近畿深淵の木はスケジュールが完全に組まれてて、まあ、固定のルートらしいんですよね。だからもう本当にモンストのスケジュールの氷みたいに、いや、いじれよって。マジで思うけどね、売る気あんのかっていうのはマジ。で、あとこれはもう完全に気づかなかったから動画裏で試してきたんですけど、秋丸の周回枠で使えるらしいね。この辺はまた後でおいおい話していきます。だから使いどころとしては、この3つがメインになってくるかな。で、スペックに関して言うなら、まあやっぱ主人公ということで高いっすね。アンチアビも、魔法陣とかウィンドとかそういうのでやってるんじゃなくて、ちゃんと対応してないといけないよみたいなアンチアビがしっかり4つ組まれてますっていうのと、超アビ3つ持ち。で、しかもステータスもね、実はこれ気づかなかったけど、バカ高くて、特に攻撃力。並び替えで、攻撃力の並び替えで見てたら、モンスト10年のパワー型の歴史の中で、このキャラは、7番目。まあ、同キャラで被ってるとか考えると、実際5番目。5番目の攻撃力の高さを誇ってます。そこにまあ、キラーだったり、諸々がいろいろ重なってくるということで、実はステータスも結構高いんですよね。で、SS に関しても、使ってみた時にね、気づいたけど、SS はどこを殴っても弱点攻撃扱い。で、倍率についても、低そうに、まあ、ちょっと1倍とか 4.8 倍とか低そうに見えるんですけど、上昇要素が結構このキャラあったりするんで、すべての上昇要素を盛りつつ、張り付きの部分もしっかり弱点の部分殴って、かさ増ししてから殴った時の威力は、全部のせ篠田さんくらいのワンパン威力になります。で、篠田さんは、まあ皆さんワンパン動画見てる人はご存知の通りなんですけど、絶対に何かしらの要素が使えなくて詰むんで、中途半端な篠田さんになるんで、まあ、このキャラのね、すべての威力が乗った全部のせカフカくんの SS は近畿深淵で見られますよということで、これはすごい、本当に使ってみて、なんでこれコラボ終わったら来るんだ、アホちゃうかな。だからそういうスペックの高さがありつつ、あとは刺さるところにおいての強さについても軽く話しておくんですけど、まあ、近畿深淵においては、使えてないけど、まあ、スペックと公式さんの使ってみた動画見たらわかるやべえやつやん。で、なんか、紋章なしでボス1からゲージ飛ばしやってたんで、紋章つけたり、ちょちょいと守護獣の接待とか入れたりしたら、どうなんだろう、ボス1ワンパンとかもできたりすんのかな。そういうのができるんだったら、ガチで、不可思議周回とか考えてる人は、本当に持っとかないと、やべえかもしんない。ただ、道中では神王封じ輝かないんで、なんか艦隊になるまで引くっていうよりかは、まあ1、2体くらいのそのボスアタッカー用として組み込んでおくと、楽にいけるんじゃないかな。道中は多分ミカエルの方が強いと思うんで、ミカエルでご利用しつつ、あとは雨漏りで毒付与してカフカ君でボス1ワンパンボス2ワンパンとかの周回方法になってくるんじゃないのかなって思うね。で、天4に関しては、まあ、使ってみた動画でやってたんですけど、まあ普通に適正1体増えたかなっていうぐらいの強さしかないです。キラーイエルが乗らないんで。で、SS も、まあ、ボスに対してはあのクエスト、直殴り倍率そこまで高いわけじゃないんで、まあ、そんな大きく削れるわけじゃない。どっちかっていうと、弱点倍率を底上げできるんで、その後続のキャラが、正宗とかね、大号令使うときに接待しとくと、より楽に削れるよ、みたいな、そんな感じになってる。なんで、テキーラアルファいるなら、まあ、そっち使った方が全然いいし、超飛炭治郎とか持ってるんだったら、まあ、怪獣8号の方が私はいいかなと思ってるけど、わざわざ怪獣8号引きに行って変わったら、もう明確に楽になったっていうぐらい大きく変わるかって言われると、そこまで大きな差はやっぱ見られないかなとは思うんで、天演4をね、ガチで適正なくて困ってるっていう人は、よほど今勝ちたいっていう人じゃない限り、まあ、今後ね、またコラボかモンストオリキャラかでガチでぶっ壊れなキャラ実装すると思うんで、そっち待った方がいいかなっていう感じだね。で、試練10、秋丸においては、これ私、ちょっと試してみたんですけど、ないと困るね。
ガチの周回するなら困る。で、普通に攻略するんだったらギミックあってないんで全然いらないです。本当に、秋丸のなんて攻略みたいな最適の進み方をするときに、カフカ君いないと困るっていう形なんで、その編成が組める人は、怪獣8号を取りに行っとかないと、ちょっと困っちゃうかなみたいな感じになってるね。だからその辺いろいろとまとめた最終的な、こういう人におすすめよっていう話は、まず、不可思議。このクエスト周回したい人。で、深淵鬼は、勝てねえって言ってる人も、別に勝てなくても、近畿のクエスト5クエスト多くやるだけなんで、まあ、深淵勝てねえっていう人は、まあ正直、なくてもいいかなみたいな、自分にとって天魔とか、試練とか、霊絶とか、勝ててないクエストの適正キャラを取りに行った方が、まあいいかなってもね、よほどこの近畿の5クエストやりたくねえわっていう、タイパ勢の人以外は、まあ怪獣8号最悪なくてもええかなと思ってる。で、あと、まあさっきも言ったけど、天4の適正だね。ただ、もっと強い適正があるんで、そこは少し気をつけておきましょう。で、一番やっぱ聞きたいのは、やっぱり、秋丸周回だね。ここをガチる人は、多分現状、カフカ君の代用キャラっていうのは、存在してないのかな。まあ、この、私、秋丸ガチ勢じゃないんで、ちょっとわかんないですけど、今のとこその、怪獣8号以外でやってるっていう話を聞かないんで、まあ、本当に怪獣8号、秋丸周回したい人は、持っとかないと困るんじゃないのかなと思います。そしたら次が、篠宮ヒコルだね。このキャラに関しては、現環境において、明確にここで刺さってる、みたいなところがないんですけど、まず、スペックこれがね、めっちゃ高いんですよね。まず、ステータス高い、アビリティも、まあ、4アンチアビプラスキラーとかダッシュとかすげえ豊富だし、友情コンボがね、なんかリフレクションリングと3方向追撃って、なんか片方持ってるだけでもすげえって言われがちな友情がなぜか2つ持ちになってる。まあ、両方とも砲撃型とかいたりするから、なんか2つつけてもええっしょみたいな感じで、なんか、つけられたのかな。なんか、本当に謎なんですね。強めの友情セットついたりして、すげえ恵まれてる感がある。本当にね、この恵まれ具合、前回のコラボの大当たり枠だった、金木くんと並べても、そこまで見劣りしないですよね。まあ、もちろん金木くんはね、SS が軽くて、直殴りと割合が同時にできて、まあ、最終的な合計スペックでまとめると、金木くんの方が上なんですけど、このステータス画面だけ、バンって並べると、なんか、文字で強くない。正直人によってはこれ、キコルの方が強くねって言っててもおかしくないような気がするんだけど、本当にだからなんか、このキコルのステータスのこの高さ、これ、マジで何なんだろうっていうのは、いや、すごい気になる。マジで盛られてるね。で、SS に関しては、まあ、やっぱりちょっとね、割合とかはついてないんですけど、SS の仕様としては、直殴り追撃タイプで、ボスがこう丸であったとしたら、縦ライン攻撃します。で、下を攻撃します。で、最後もう一回下を横方向から攻撃しますみたいな追撃になってて、珍しい固定ルートなんですよね。だから下弱点に、場所が吐きないと最大火力を出せないっていうことで、多分ほとんどのクエストで本気のキコルっていうのは見られないと思うんですけど、まあ刺さった時はそれなりにおそらく火力出るんじゃないかな。まあどっちかっていうと自強化がメインになってくると思うんで、軽い SS、まあこれが高難易度とかで使える時は12ターンから使えるんで、すげえ役に立つんじゃないかな。あとは長腹キラーと合わせて、多分直殴りのその弱点とか殴らなくても、ある程度の火力はね、きっと出してくれるんじゃないのかなと思ってる。でね、モンストにおいては、こういうアンチアビをいろいろ見ていたときに、刺さるいい感じのところがないキャラって、まあ、いわゆる、将来性キャラみたいな感じで言われるか、まあ、初心者向けのキャラよねみたいな感じで、ちょっと丸くまとめられることがあったりするんですけど、キコルに関しては、なんて言うんだろう。いつも以上に信頼してもいい将来性なのかなみたいな気がする。まあ、これは動画でも言ってるけど、パワー型の悟りと、属性撃種、アビリティが完全に一致してる。だから、悟りと組み合わせたときに、これ悟りのステータス持ってきたんですけど、悟りのこのアンチアビ、ダメオ、転送壁、マインスイーパー、どういう組み合わせでやってこようとも、絶対にキコルが重なり合ってくるから、まあ、このキャラの接待が来たときに、絶対にキコルも、まあ、その、悟りより強くなるかどうかっていうのは、ちょっとクエスト次第なんでわかんないけど、まあ、適正キャラの一体としては100%組み込まれそうな雰囲気っていうのは、すごいするんですよね。で、じゃあ、悟りが強かったら悟りでよくね理論が出るかもしれないですけど、悟りって欠点があって、ヒットポイントがクソ低いんですよ。2万1000しかないんですよね。だから、ワクワクの身が漏れるところでいけるんだったら、まあ、ワクワクで怪我減りだったり、仮名だったり持ってごまかせるけど、まあ、仮に霊絶とかに刺さっちゃったりすると、超転送で回復できるキコルがいないと、火ダメで死んじゃうっていうパターンは、全然あり得る。だから、
悟りで持ってたら悟りでよくね理論が通用しない可能性っていうのもあったりするんですよね。そこがね、やっぱすごい気になるかな。あと、この、悟りの SS、壁ドンなんで、いわゆる自強化で、なんか同時処理、たくさんの敵を同時処理したいみたいな状況だったら、自強化のキコルの方が優秀なんで、それ考えると、一概に悟りが接待されたからといって、悟りがずっと最強かっていうのは、ちょっとわからないから、まあ、キコルも合わせて輝く可能性っていうのは、ありそうなんですよね。まあ、とは言っても、悟りがじゃあ本当に接待未来されるのかっていうのは疑問にやっぱなってる人も結構いると思うんで、私はね、普段、データキャラを売りにしてるので、データというものを持ってきました。これですね。はい。一応これが過去3年ぐらいの超獣激獣限定の、まあ、接待され具合、実装当時に、まあ、接待されるか、実装後に何かしらの接待来てるかっていうのを調べてみた結果がこれなんですけど、まあ、大体、ちょっと大まかなまとめ方なんで、もっと細けえのあるだろって言われたら、いろいろ突っ込み出てくると思うんですけど、まあ、大体、みんな、どこかしらのクエストに、実装当時か、実装後に、刺さってるんですよね。なんだかんだで。カノンとかも、スピード大号令のスピードアップの方も、実装当時どこにも刺さってなくて、ダウトのキャラじゃんって言われてたんですけど、後々ね、超究極のネネキリマルに刺さったりとか、そんな感じがあったんで、なんやかんや、接待されるっていうのは、信頼できるんじゃないかな。ちょっと砲撃型とかになってくると、低難易度で使えたりするから、接待がね、明確なとこもらえてないっていうパターンもあったりするんですけど、それ以外の砲撃以外の撃手に限っては、なんやかんや、実装当時か未来で、必ず接待来てるんで、まあ、パワー型の悟りも、どっか来るんじゃないのかなとは思ってる。まあ、一応、未開の54が悟りの使われるところではあるんですけど、まあ、未開の54で悟り、別にそんなブイブイ言わせてないんで、まあ、多分あれで接待、接待は終わってないと思うんですよね。だからちゃんと、まあ、豪絶になるのか、冷絶になるのか、未開になるのか、はたまた、わけのわかんない期間限定イベントになるのかわかんないけど、どこかしらでね、悟りとキコルが合わせて輝く機会っていうのは、やってくるんじゃないのかなとは思ってる。そんなわけで、キコルに関しては、こういう人におすすめだね。まず、怪獣8号と星名さんに興味薄い方、まあ、言ってしまえば未来のキャラなんで、未来に刺さるかもしれないけど、刺さった時にどういうことになるかわかんないんで、基本的にはやっぱ、現環境で、ブイブイ言わせてるようなキャラを、個人的には優先して引きに行った方がいいと思う。で、そういう、現状のクエストを大体こなしてて、まあ、未来のことしかあんまり考えてないっていう人が、未来キャラ取りに行くみたいな感じになってるかな。なので、刺さった時にね、初回から色々ガチって、ツイッターとかでね、勝ったーって報告したい人向けの人がキコル引きに行くといいんじゃないのかなと思うね。まあ、たださっきも言ったけど、冷絶に刺さったら最高なんですけど、来月闇冷絶来るからね。ただ、新しい豪絶の周期も今度から入るし、未開も2ヶ月ぐらいしたら闇のやつやってくるし、光の冒険戦みたいな、そういうモンストのオリジナル期間限定イベント、超究極風とかもまだ来てないしね。そういうところで接待されて終わるっていう、最近だと、光の釘先みたいなパターンもあったりするかもしれないんで、ちょっとどういう風に刺さるかは未来だから、そこはね、気をつけておきましょうということで、まあ、こういう人にキコルはおすすめかな。そしたら3人目の星名副隊長ですね。で、このキャラに関しては、私3人の中で一番高いスペックはこの人だと思ってる。人によって意見は異なるけど、私は星名副隊長しかな。本当にこの人は、同じアビリティに多属性とはいえ、ヤクモっていうぶっ壊れのヤバヤバキャラクターがいるから、なんか適当な性能にしちゃうと、ヤクモでよくないって言われちゃうから、めちゃめちゃ持ったんだと思ってる。で、アンチアビア、ヤクモと一緒なんですけど、ライトポジションキラー L。右側にいる敵は 2.5 倍ですよ、殴りは。で、壁短縮という短縮の中で私は一番大好きな短縮持ってますということで、しかも短縮して SS がなんかそんなに大したことないと思いきや、自強化して遅延も入れて、直殴りの追撃も入れますよっていう、短縮したらダメなやつやんを、短縮してる。いや、本当にだから、で、友情コンボもハイプラズマと、超強貫通全敵ロックオン将棋派って、なんかやばいのもらえてるから、なんか、本当に、もう書いてあるけど、ヤクモ、キリンジ、バビロンって、天魔の銃のやつって、もう限定の巣窟だから、負けないようにしようと思ったら、もうこれぐらいもらないと、話にならないってことで、おそらく言えられてるんじゃないのかなって思うぐらい、もう星名副隊長のスペックは、めっちゃもられてる。で、しかも攻撃力も、33000でバランス型だとよく見かけるから、不運かと思いきや、実はスピード型界隈でこの攻撃力順で並び替えると10番目のキャラなんですよね。なんか今回はガチでスペックみんな高いんですよ。特にステータスこんなに盛られてるコラボは初めてだね。それぐらいみんななんか盛られてますよと。で、SS に関しては、まあ、ぶっちゃけ、
あの、SS の追撃の倍率調べてきたけど、そんなに高い倍率じゃなかったんで、そんななんかワンパンみたいな期待はできないんですけど、遅延もできるし、SS の事業化もね、2段階目だと 2.1 倍と結構盛られてるし、それを壁短縮で、かなり連発して撃てますよということで、まあ、やっばいですね。マジで、ヤクンモとかキリンジだと殴り強すぎるから、じゃあ別の方向で強くしよう。遅延をかけよう。多分そういう感じで考えられたんじゃないのかな。いや、本当にこれもう多属性で縛られちゃった指で切りとかでね、まあ、遅延とかすげえ輝いてるからね、もっと他のクエストで刺さったらガチでやべえんじゃねえのかなと思ってる。で、刺さってる試練獣。そこにおいては、まあ、やっぱりヤクモとかキリンジで勝てると言えば勝てるんですけど、あの、加工トン戦が、やっぱりちょっと薬も大号令でぶっ破したりとかしないといけなかったんで、そこをね、あのエレメントポーションとか持たせたり、薬もの大号令で攻撃力アップもとか持たせたりすると、友情コンボがすごい刺さってくれて、すごい楽なんですよね。だから編成が揃えられれば、そのアーキエットマラソン集会のパーツとして使えてるし、多分、代用キャラがね、今後もできるかわかんないんですよね。あの、カフカ君の方も、あの、秋マラで使えるみたいな話はしてたと思うんですけど、カフカ君は役割において、新ミシスをワンパンできるっていう役割として組み込まれてるから、最悪、新ミシスをワンパンできるキャラが将来的にやってきたら、ワンチャンリストラされる可能性っていうのはあったりするかもしれないんですけど、あの、星名副隊長に関しては、ちょっと、代用できるイメージがよほど意識して作らないとなかなか出てこないんじゃねえのかなっていう印象だね。なので秋丸のパーツとしてね、本当に星名副隊長は替えの利かない存在だと思ってるし、まあ、純粋にね、普通に秋丸関係なくクリアするっていうところに関しても、ヤクモ記念字とか持ってなかったらめちゃめちゃ強い適性というか、使ってみたでもやったけど、普通に星名副隊長3体編成フレンドヤクモでめっちゃ余裕で勝てたんで、まあその天然の適性、あの天然、試練10の適性とか周回とかガチリたいっていう人はこのキャラ持っておくといいかな。あとは、まあスペック重視で誰が一番強いキャラですかって言われた時に欲しい人選びますっていう考えの人だと星名副隊長みたいな感じになってくるね。ただ、まあ代用キャラとして多属性だけど、ヤクモとかキリンジとかそういうキャラで一応代用はできるんで、代用の効きにくい強いキャラって考えると、まあキコルだったりとか、怪獣8号とかそっち方面になってくるかな。なので本当に人によって、ちょっと今回は誰のピックアップで引くかっていうのが分かれてるんで、かなりなんか面白い性能の作り方してるね。いつもみたいになんか主人公で引けみたいな。そういうお手軽結論じゃないっていうのはかなり珍しいわ。あとは、今回のスターターパックキャラの、あの、足。あとは、今回のスターターパックキャラの、アシロミナ隊長ですね。このキャラもね、あの、1000円出せるんだったら、個人的には買っておいた方がいいかな。やっぱり、砲撃型のオーチャジャベリンバースト。言ってしまえば1000円カリバーなんで、まあ、かなり人によっては役立ってくれると思う。ただ、まあ、これは動画でも言ってたんですけど、友情の壊れキャラは、まあ、言ってしまえば属性なんて何でもいいんですよ。もうルシファーとか、エクスカリバー、マサムネとか、多属性でも全然ブイブイ言わせてるんで、そういう友情の壊れキャラって言われてるような人たちを結構持ってるよっていう人は、まあ、アシロミナ隊長コラボ期間終わっちゃったら、星6のガチャ幻枠と同じ扱いになるんで、まあ、その他ミッションとか、そういうところがやってこない限りは、そんなに出番がないかな。でも逆にルシファーとかそういうのがモンスト始めたばっかで全然揃ってませんっていう人は、多分このアシロミナ隊長をゲットすると、結構使えると思うんで、そういう人の手持ちによって、1000円出す価値っていうのは結構変わってくるかなと思う。で、これ結構ね、調べた時にコメントだったりツイッターとかで言われてたんですけど、あの、守護獣のクエストを結構いろんなところ壊してるんで、守護獣があまりにもめんどくさくて手つけてないっていう人は、あの、アシロミナ隊長を運枠にしていろいろブイブイいろんな守護獣いけるらしいんで、コラボ中にね、運極扱いになってるから、そこで周回したい人は買いになるんじゃないかな。だから私もそれ調べて、ちょっと、どこのクエストいけるのか調べて、いろんなクエストの守護獣ちょっと、アシロミナ隊長使って、いろんなところ先に、あの、周回して、守護獣のかけら貯めておこうかなと思います。そんな感じでね、いろいろとキャラの性能とか引くべきかについて話していきました。さあ、あとは最終的なまとめについても話していこうと思うんですけど、まず第2弾。これ、できるのかっていう話だね。無理です。これはちょっと気にかけてる人もいたんですけど、アニメ2期は、まず決定してないし、仮に決定したとしても、放送するまではコラボ無理なんで、今の現状だと1年2年は余裕で、もうやるにしては待っとかないと無理なんじゃないのかなと思ってる。ていうか、モンストは本当にできるのにしないっていうパターンはあるんで、怪獣8号っていう作品が好きだったら、もうここで引いとかないと、自分がモンストやめてる方が早いと思うんで、ちゃんと引いておきましょう。好きなんだったら。で、性能に関しては結局のところ、やっぱり全員のスペックがね、やっぱり振り返ってみたけど、みんな高いんで。
結構そのスペックだけで見ると本当に強い。ただやっぱ使う場所とかが明確なところがあったりするんで、そこにね、関心がないよっていう人は引かないっていう選択もあったりするから。だから本当に人によって、まあコメントとかを見てても、スペックは高いっていうのはみんな認めてるとこだけど、その点で、私はキャラが欲しいんですっていう人とかはスルーしてる人もいたりするね。ただ、今回星4、5枠のレノとかイハルくんとかがマジで強いんで、本当に10連はガチでやっておいた方がいいかなと思ってる。あとはやっぱりさっきも話したけど、サトリとキコルの同族じゃない、同アビとか諸々の組み合わせがマジで気になるんで、いつもよりかは将来性っていう話も信頼はできるんじゃないかな。ただまあやっぱり未来の話なんで、別に、いやそんな未来の話なんで興味ないですとか、作品に興味ないですとか、高難易度とかは、いや別に私、点とかやりたくないです、むずいんで。っていう、まあ明確な引かない理由があります。あとはまあモンドリとかね、そういうので本当に私ガチりたいんですっていう人が、そういう明確な引かない理由がある人以外は、個人的には最初にも言ったけど、最低10連はしていただけたらいいんじゃないのかなと思います。で、本当にね、秋丸集会とか噛み合ってる人は、もっとガチって引きに行ってもいいんじゃないのかなみたいな感じだね。なので、この辺は皆さんの手持ちとか、モンストの状況とかにもよると思うんで、いろいろ判断していただければかなと思います。参考になったら幸いです。ということで、ごきげんよう。